平井次継は平安時代後期の武将、伊勢平氏の一族、平家帝の子、弟に定吉がある。伊賀国山田軍平田を本拠としたことから、平田江継、平田入道などとも呼ばれる。父、内帝は平家随一の中心として知られ、伊江継もまた、伊勢平氏の伝統的勢力圏である、伊賀国を本拠として、同地の武士を統率する、いわば、 平家の私的軍事力における中枢的存在として、平の清盛に仕えた。自称4年12月、平家一門による京都観光後間もなく、大見国で、源氏勢力による反乱が起きると、清盛の命を受けた家継ぐは、伊賀伊勢の武士を率いて直ちにこれの討伐に向かい、反平家の挙兵を企てた、手島火蛇を討ち取った他校が入道。 柏木義兼の城を攻め落とすなどした。樹永2年7月、上落の木を伺い、伊賀に入国した、源の雪へと合戦を演じた。間もなく、平家が都を落ちするとこれには同行せず、一の谷の戦いを経た、元略元年7月、同じく、平家の家人であった、平身剣、伊藤忠清らと共に、伊賀、伊勢の平家宝山等を率いて、大規模な反乱を起こす。 そして、伊賀守護であった、大内恒吉の館を襲撃して、恒吉の家人を多数殺害した後、大見国甲賀軍に侵入し、軍内大原総において、佐々木秀吉率いる源氏軍と交戦した。伊江津反乱軍は、佐々木秀吉を撃ち取るなど奮戦したものの最終的に鎮圧され、伊江も撃ち取られて教手された。ありがとうございます。